あ、ごはんちゃん、もう帰ってきただか。そうか、そしたらブルマさんの宇宙船ができるまでじっくり勉強しねえとな。サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。しかし、その代償はあまりにも大きかった。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし、神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたご飯たちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。もしもし、あ、ブルマさん、こんにちは。あら、ごはんくん、ちょうどよかったわ。あのさ、実は例の宇宙船のことでちょっと相談があるんだけど。相談ですか？僕でいいんですか？ええ、よかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら。はい、わかりました。相談ってなんだろう。とにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。つかめ、新たな希望、遥かなるナメック星へ。もしかしてもう宇宙船ができたのかな。相談だなんて、僕に手伝えることなんかあるのかな。よう。あれ？なあ。はい。ははは。構わねえだ。はい。お母さんにはいつも心配かけちゃってるな。お腹空いてきたかも。なんだ？なあ。ええ。頑張るだぞ。
だ。の。あれ？いいよ。しょうがねえな。あれ？やった！おいしかったな。こんにちは。ああ。いや。あれ？死ぬ。
んにちは。こんにちは。ふーん。すみません。ふーん。いいえ、ええ、なんでしょう。お願いします。お願いします。お気をつけて。いや、
それでは。はい。やってみようかな。見ようかな。よし、僕も頑張れたよね。やったー、お魚さんが釣れたぞ。やってみようかな。よし、僕も頑張れたよね。僕でもなんとか勝てそう。
よし、僕も頑張れたよね。ね、やったー、お魚さんが釣れたぞ。やってみようかな。
僕も頑張れたよね。やった、お魚さんが釣れたぞ。見ようかな。
サンキュー。気をつけた方が良さそうだな。いや、あれ？じゃあな。
わかった。すまないな。なんとか勝てそう。こんなところに家？誰かいるのかな？力が湧いてくる。
ようかな。やったー！お魚さんが釣れたぞ。じゃ、やってみようかな。やったー！お魚さんが釣れたぞ。なんとか勝てそう。こんにちは。いいですよ。それでは。
でも。いろいろあるよ。毎度。ありがとうございます。おや、こんにちは。いや、よかろ。なんじゃ？なんでしょう？すまんの。わあ、おいしそう。